第11話パンドラの箱を開けた漢王朝、黄金族の乱と漢王朝について。西暦184年2月に起きた黄金族の武装蜂起はたった9ヶ月で収束します。しかしそれは漢王朝の屋台骨を揺るがすには十分でした。当時の中国王朝の政治システム。中央集権体制下の中国王朝では官と吏が政治を支える二重のシステムでした。日本では官吏とくっつけて呼ばれますが、中国では官と吏は別です。官は中央政権に参画するキャリア官僚で、地方の県令から順調に出世して中央の政治に関わる存在になっていきます。一方で吏は地方で採用され官に仕え、一生をそこで終える存在でした。つまり吏の立場になると、どんなに優秀でもお呼びがかからない限り中央政界にデビューすることは決してないのです。歴代の中国王朝はこうして多くの吏を地方に置いて下役にして使い、中央には官を置いて吏を支配するという体制をとっていました。黄巾の乱で支配体制が崩壊してしまった。五官王朝もそういう支配体制を敷いていましたが、黄巾の乱で原則が崩壊してしまいます。官の正規軍は弱く、単独では黄巾族と戦えないために、地方の諸侯の軍勢や義勇兵の農民を正規軍に加えて戦う羽目になったのです。そのように正規軍に組み込まれた軍には孫権や董卓、そして劉備のような人々がいます。彼らは戦争に強いので、採用され地方の騒乱の鎮圧を命じられた下級の役人であり、平時なら決して中央に上ることはありませんでした。ところが黄巾の乱が彼らを中央に招き寄せてしまったのです。少しずつ歯車がずれていく漢王朝。西暦189年、霊帝が死去し、宦官の十条寺との勢力争いをしていた外戚の家臣は宦官を皆殺しにして宮廷の腐敗を一掃しようとします。しかし妹である花光号が十条寺の肩を持ち和解するように促すので、思うようにことを進めることができませんでした。そこで家臣は部下の袁紹と協議し、花光号にプレッシャーをかけるために、董卓らのような地方の軍閥に楽ように上るように命令を出します。家臣の中には地方の軍閥をうまく使ってやろうという考えがあったのでしょう。ですが家臣の浅はかな行動は五官王朝の滅亡を早めてしまいます。董卓は楽ように軍を進めますが、その間に家臣は騙されて十条寺に暗殺され、逆上した配下の袁紹は軍を率いて宮殿に乱入し、宦官を皆殺しにします。大混乱に陥った十条寺の段慶は皇帝である昭帝と劉強を連れて王宮を脱出します。そして運悪く段慶は洛陽に進軍してくる董卓の軍勢3000名に目撃され、逃げ切れないと思った段慶は受水自殺したのです。董卓によって救出された昭帝と劉強の2人。昭帝と劉強の2人は董卓によって救出されてしまいます。こうして大混乱に陥った洛陽に董卓は皇帝を擁護して堂々と入城するのです。この後に何が起きたかは三国志をご存知の方には説明不要でしょう。家臣は自分の欲望のために地方の軍閥を引き入れるという愚策を実行しましたが、その契機は黄巾族の反乱により地方軍閥の力が中央に認識されたということにあったのでした。黄巾の乱がなければ董卓は一生を辺境民族を討伐する地方役人で終わり、決して中央に上り皇帝のごとく振る舞うこともなかったのです。